もうスペシャルハイパーゲストレジェンド歌い手の関原さんに今日来ていただいてます。関原さんといえばもう発声大全、発声大全、もう決定分析していこうと思います。箱はやだ、ソロで、はい、活動スタートということで8月13日、もうね、そうだ、直近なんですけどワンマンを新宿のホリデーでやりますので、おこのチャンネルでは、日々発声関係の話とかですね、置いてる関係の話とか日々させていただいておりますんで、うん、まだチャンネル登録お済みでない方ぜひこのキャンによろしくお願いします。こういう感じみたいな、うわー、こんな感じみたいな、すわーすげーっていうことのこのかわいい、つやるわい、ポイントなんですね、うん、じゃあ次なんですけど、はい、これまあ今の話と結局同じではあるんですけど、はいはい、同じっちゃ同じなんですけど、まあ、要は喉がもうマジで閉まんないんですよ。本当に？ずーっと健やか、全然本当に全然な、そう、生配信とかもされるじゃないですか、うんうんうん、もうずっと安心して聞いてられるというか、あ、そうですか、絶対事故んないでしょっていう、あ、そう、めちゃくちゃ強固なポジションが僕、うんうん、関原さんあると思う。わー、それは嬉しい。そうですか、絶対ぶらさないポジションありません、歌ってる時に。あ、それはもちろんですよね。もちろんもちろんもちろん、ってめっちゃ思ってて、うん、さっきの女声の時もそうなんですけど、うんうん、プチョンってそこにはめて、うんうんうん、絶対独自のそこからは一旦ぶらさないよっていうシーンがずっとあるなって思ってて、ピタッて言ってて、そこをちゃんと、まあいわゆるここでちゃんと支えがあって、うんうんうん、ずっと安定してるんですよ、うんうん、なるほど。これがね、だからその激しいライブになってくると酸欠になってブレるよね。まあ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 、そう、酸欠になるとね、動きますしね。そうそうそう、まあでもおっしゃる通りで、やっぱりそのさっきの話もつながるけど、はい、まあそのここってまず決めて、あ、やっぱそうなんね、はい、でまあその流れてくる音に対してここって決めてチューニングした状態でいかにそこをキープできるかっていうのはやっぱり結果ここに繋がるけど、いや、まあまあまあ、そうなんですよね、ね、カチッとしてたものがずれていくと、やっぱりピッチであったり歌のブレであったりっていうので繋がっていくのは間違いないなと思って、やっぱそうなんですね、うん、でそこにはやっぱりそのブレスの安定感みたいなのね、安定して息の供給であったり ここにちゃんと残しておく、はぁ、息切れした瞬間にやっぱここってブレる、いやーうーよね、そうだから本当関谷さん、ここだけないなっていう、そうなんや、ここがすっごい、こことここがすっごい、なるほど、そうそうそう、自分やとなんかそういう感覚ってあんま分からないんですよ。ああ、そうですか、そうですか、そう、なんか割とその自分はそのキャラクターでその声のポジションみたいなのを捉えている節があって、パッケージごとみたいな、そう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 、だからその例えばそのはお元気ですか、井上陽水的な、お元気ですか、みたいな、そう、それはこういう次風ゼミこれですね、とか、はいはい、でここからこのちょっと何、はいはい、オペラ声みたいな、はこの響き、これはじゃあキャラクター別な、そう、キャラ別で自分の中ではこうイメージ、チャンネルがあるってこと、そう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 、まあ、割と、まあ、それは良くも悪くもやけど、多分その普通にやってはる方っていうのはなんかそういうのが全部グラデーションで、グラデーションですね、真ん中にこう統合されてると思うんだけど、はいはい、私は結構そのチャンネルがパキ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 と分かりすぎてるがゆえに、まあなんかそのなんか誰々のものまねとかこういう声みたいなやり方をしてたんやけど、それをこの年々ちょっとちゃんと統合していくイメージで、まあ、やりレッスン中というか自分の中で、はい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 、うん、あ、もうそうなったら無敵ですもんね、どっちもいけますか、そう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 って感じなんですよ今。なるほどな、うん、まあやっぱ閉まってないがゆえにできる技ではあるんですね、うん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 、まあ、やっぱ核はでも多分同じところにあるんだろうなっていう感じなんですね、うん、面白い、いやなんかちょっと認識が合ってたみたいで、いやいやもちろんもちろん、いやすごいなぁと思って、わしができへん言語化を的確にやってくれるか、さすがすごいやば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 い、カット全部カットしよう、レッスン受けたい人はこちらから、ありがとうございます、ぜひよろしくお願いします。で、まあ、今の、うん、今のから無理やり派生するわけじゃないんですけど、はい、今歪んでる声をお出しになられてたじゃないですか、あ、出てました、出てましたよ、ついつい出ちゃいました、そうなんですよ、うんうん、っていうことですね、うん、シャウトもできちゃうんですよ、あー、まあ、ほんのりやらしてもらってますよ、ほんのりどころかおめでたの衝撃度合いありますね、そこも含めて、そこもいけるんだみたいな感じ、なるほどなるほど、どうなんですかその、うんうん、シャウトもさっきの話でなんか変な話、もともとできちゃったぐらいの感じなんですか、うん、これはね多分思い返すとマリン・ムンソンとか、うわー、そっか、あの辺からなんですよ、リンキンパーク、リンキンパーク、うわー、
やっぱりナインティーズの後半2000年代頭のあたりのニューメタルとかの世代なんで、もともとは J-POP 畑では、うんうん、で始まってるから、その叫ぶっていう概念がなかった中にあれを聞いて衝撃受けて、やってみたいってなって。でも確かに、うん、マンソンとかチェスター的なシャウトが軸なイメージは強いです、うんうん、なるほどなるほど、うん、あの2号店の時とかの時とかのイメージは結構そっちに僕はある、うんうんうん、ミドルハイぐらいの、そうかもしれない、イエーイみたいな、そうだね、こういう系だから、シャーシャーシャー What a touch you イエーイこれ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 、この超ロングのすげえ、これもだからチェスターっぽいですもん、あやっぱり憧れてたのギブンナップのあそこはどうしてもやりたいなと思って、17秒シャウトね、うん、あれ、いやだからそれっぽいなと思って、うん、チェスターもなんか、まあ、ちょっと話ずれちゃいますけど、うん、チェスターもちょっとポジション高いじゃないですか、うんうんうん、その感じが今やっぱシャウトからも垣間見えてる、ああなるほどね、この感じ、そう、これがやっぱ軸ですよね、うん、でやっぱそのチェスターってその平歌でもこう歪ました声でメロを歌うやんか、そうですね、あれがやっぱ自分の中ではすごいなんか根深くて、なんかこの I try so hard and got so far みたいな、 Bring the end it doesn't even matter みたいな、こーこよさらっとさらっとやりますね、なるからこれにこう音程つけるのが多分結構好きで、なるほどなるほど、だからみたいな。すごっ、全部いきましたね今。ピッチというやつ。そうなめしましたね今。低いとこもいけるんですね。あでも最近できてた？いやもちろんです。いやめちゃめちゃ。このなんかもうデスコアレベルの低いやつ出てます、嬉しい、めちゃめちゃすごいし、セスボの先生に言ってもらって、いや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 、もうめちゃめちゃこうやっぱちゃんとポジションがなってるんですよね、もうセンスですけれども、いやいや、ありがとうございます、すげえわ、うん、しかも、うん、これちょっと次のに派生するんですけど、うん、あの今のシャウトも含め、はいはいはい、さっきの女声も含め、うん、ガナリも含め、うんうん、息の量めっちゃ少ないんですよ、あそうなの？そうなの。え、知らなかった。ほんまに分からん。いや、もちろんいい意味ですよ。うんうん。息は、まあ、もちろんなんか、少ない方が基本的に良くないですか？もちろん。響くんだったら。もちろんもちろん。その、息って自分の中では、その、ギターのストロークと一緒だと思ってて。面白い！はい。あれって、その、そういうことか。はい。そう、力を入れてやったら大きな音が出るわけじゃないやん。そうですね。むしろ力入れていくと弦を切る可能性だってあるし、なんか声帯を痛めるっていうのは俺、弦切ってるのと一緒だと思ってて。うわ、面白い！はい、いかに、その、的確な力でもってピンって鳴らすかっていうことじゃないかなって。間違いない。まあ、それがなんか、いわゆるみんなの言う脱力ですもんね。そう。で、声帯ってこう、ひらひらっていうのが2つあるでしょ。そうですね。あそこに適切な位置を流すことによって、このベルヌーイの定位っていうのが。出た！ベルヌーイの定位。引き寄せられますからね。そうそうそう。これはやっぱり実現する必要があって。ボイトレオタクのワードですよ。ベルヌーイの定位は。そう。っていうことかな。でもそうですね、そのベルヌーイが起こせる最低限でいいわけですよ、うんうんうん、強ければ、まあまあ強ければ強くはなるけれども、うん、わかります、こう、なんだろう、車が走るでしょ、うん、ギャーって、うんうん、葉っぱが落ちるとするでしょ、うん、って車通るでしょ、葉っぱこう吸い寄せられるでしょ、うんうんうん、それです、ベルヌーイ、ベルヌーイそうそう、イメージできない人はね、だから風が通って、うん、声帯がこう釣られる、そう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 、その力を、あの自然な力を利用してあげるっていうのが、まあ、効率よくならすっていうね、そういうことですね、うん、でも音量めっちゃでかいんですよ、あ、ほんまに？さっきのガナリが一番衝撃でした、あー、あのチェスターのやつ、あー、なるほどね、あれもう一回欲しいっす、 I'm giving me これこれこれ I think you feel it ここ Is there nothing you can say これこれこれ音量やばいんですけど息は全然出てない、あー、なるほど、これさっきのポジションあるじゃないですか、うんうん、関谷さんの決めてるポジションあるじゃないですか、うん、そこに対してやっぱ適切な量を流してるなっていう印象です、ね、ああそうなんや、すごいです、ありがたい、いや俺自分では分かってないからなるほど、まあガナリって普通のクリーン発声よりは息いっぱい使うじゃないですか、ああなるほど、多少は確かに確かにそうだけど、うん、まあそのなんだろうな許容の範囲というか、うんうんうん、無理ない範囲でやってらっしゃるな、なるほど、特にその
ちょっと高いミックス液入った時に、うん、すっごい響きがこう波のように来る感じ、ふわってきません、なんか高いところ、そう、まあ、歌ってて気持ちいい、いやそういうことですか、うん、ああふわって波がすごい来る、わかるわかる、そうですよね、さサビきたーって感じ、あーなるほどそういう感覚なんだ、うん、面白い、そういうこと、そう、ここで気持ちよくなるみたいな、あるよね、すごい、うん、なんかそのスーパー感覚派の部分も持ち合わせてて面白いですね、なんか、うん、ベルヌーイとかいうすごい理論的なのもありながら、うん、気持ちよくなるみたいな、そう気持ちよくなる、とんでもないっていうこの5つ、うん、ちょっといっぱい並べてしまって申し訳ないですけど、ちょっと絞りきれなくてちょっとこの5つなんとか絞ってますけど、はい、ありがとうございます、これがですね、あの関谷さんのすごいところ、うん、で僕の思うところでございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、それ嬉しい、うん、いやめっちゃ嬉しい、いやまたなんかカメラ外で激烈な発声投稿してしまいましたけれども、はい、まあこんな感じでですね、あの関谷さんの僕の思うすごいところをですね、ありがとうございます、いやいや、はい、もうとんないです、あの同世代でございますので、はい、あのもう当時の私が見たら超感動するこの絵面でございますけれどもですね、光栄でした、ありがとうございます、ありがとうございます、ということでですね、はい、あのすごく参考になりましたし、うん、なった方も非常に多いと思いますのでですね、あのぜひ今回の動画が良かったという方はグッドボタンと、あとチャンネル登録、あと関谷さんの情報等とチェックもぜひよろしくお願いします、8月13日、はい、ワンマンですね、ワンマンでございます、皆さん遊びに行かれてください、はい、ということでございまして、関谷さんと、ご出演の生本がお送りいたしました、ありがとうございました、ありがとうございました。